プレジデントの野郎どこ行きやがった。セフィロスは。待て、何か聞こえる。誰かいないか。おい、誰か。おい、誰かいないか。助けてくれ。おい、誰か。助けてくれ。これは愉快な状況だ。頼む。てか限界だ。謝礼ならいくらでも。金じゃねえんだよな。助けてくれ。助けてくれ。望みを叶えてやろう。俺の望みはささやかだよ。お前が死ねば9割方実現したも同然。残りの1割の話をしないか。大したもんだぜ。この状況で交渉するつもりか。バレット、やめて。ミッドガル中に放送するんだ。まずあんた自身の口から7番街の真相を伝えてもらおう。それから俺たちの名誉の回復。アバランチは誰の手先でもねえ。推しのため、市民のために命を懸けてシンラと戦う。それがアバランチ。その俺たちにシンラは屈したと宣言するんだ。なるほど、名誉の回復か。ふん、それは重要だな。マコールの停止や星の未来より重要というわけだ。ああ、天武。甘いのだよ君ら。真相、名誉、自由、勝利、なんと利己的なことか。しかもだ、神羅なき後の未来像、魔皇なき世のビジョン、何もないのだろう。いつ来るかもしれぬ破滅が回避されたと叫べば、市民たちは惨めな生活を耐え忍ぶと思うのか。正義の執行者気取りはさぞ楽しかろうが、潮時だ。今一度正義とは何かをよく考えたまえ。持ち時間はほとんどないわね。一つ教えてくれ、てめえの正義は何だ。バカめ、すぐにゴミになる包み紙などいらんのだ。重要なのは決断と実行。好機はまずつかめ、邪魔者は即座に排除。やれることは躊躇なく。てめえ！バレット！はあ。
つは。あれが全ての始まり。どうなってるの？集中しているか。え、今倒された。何？気をつけてね。ここからだ。それ覚悟はいい。当たれ。行け。頼む。やっ！
覚悟はいいか。へい。行け。向かう。
ありがとう。大丈夫なのか。うん。で、やつは。逃げられた。俺たちもとっとと逃げようぜ。残念だ。危ない。ちょっと死んだ。プレジデントの息子だ。ああ。引くぞ。ああ、バーがいい。シンナをぶっ潰すチャンスだろうが。エアリスを家に返す。俺が時間を稼ぐ。だったら俺も残るぜ。行ってくれ、バレット。頼む。ちっ、あったよ。お前もすぐに来い。ソルジャーらしいな。となれば私は雇い主だ。元ソルジャーだ。世話になったな。一人も逃がすな。二人きりだな。細かいことは気にするな。すぐに終わらせた。知れないな。どこを見ている。何？
相手を投げ合える。次がない。見極めた。こちら完成。しまった。迎撃を頼む。了解。俺を舐めているのか。まさか。ギリギリだ。だがこれがいい。今度こそ二人きりだな。忘れられない夜にしてやろう。ようやく本部光栄に思うんだな。さて突き落とす。見回り狙った。やめるな。あの日は終わりだ。どこにしまった。ここからだ。やってやる。全てをかける。神羅を潰すチャンスらしい。勘違いするなよ。神羅は生まれ変わる。私の手で。あいつらは大丈夫なのか。そんな簡単にくたばる奴らじゃねえ。だからなんだ。クラード。そう、俺助けに行かねえと。おい、なんだ。役に立
ってたかな。おい、生きてるか。なんとかね。めちゃくちゃしやがっていい。
てな。
じゃな。さすがに答えたな。ああ、だが休むのはまだ早い。ああ、クラウドたちは無事なんだろう。当たり前だろう。ならば、タイロを確保しておかなくては。だね、急ごう。あとはあいつらと合流して。まだ。完了しました。よし、よくやった。まあ、俺にかかればこんなものだな。しかし、なんだ貴様らは、どういう組み合わせだ。アバランチ！スラムの花売り！実験サンプル。他の奴らはどうした？さあな。まあいい、どうせ袋のネズミだ。古代史の女は捕らえる。あとは殺しても構わん。エアリス、あんたはマリンを守ってくれた。今度は俺があんたを守る番だ。待って。Yeah.